今ここに4種類の石が置いてあります。1種類目は黒い石、2種類目は黄色い石、3種類目は少し透明で緑の石、そして4種類目は黒と白の石です。この石に紫外線ランプを当ててみます。左からオレンジ色、それから緑色、そしてちょっと白い青とピンク色、あれ、でも一つ光っていませんね。ここで別の紫外線を当ててみようと思います。この石はあまり光らなくなりました。この石は緑色に光っています。この石もあまり光らなくなりました。そしてさっき光ってなかった石は青白くきれいに光るようになりました。このように鉱物の中には紫外線で光る蛍光鉱物という種類があります。青色に光ったりピンク色に光ったり緑に光ったりします。皆さんもいろいろな光で光る鉱物を観察してみてください。